こんにちは。飲まってますか。腕時計の SJ です。さあ、えー、今回はお知らせですね。ワイワイガヤガヤとオフ会新年会のお知らせでございます。内容は皆様にお会いしたいです。シンプルです。<laughs> で、日時は、えー、2025年来月の1月30日木曜日平日になります。えー、午後から 平日30日の午後からということですねで。中心時間帯は18時から20時となっています。えー、お仕事終わってギリ来れる方でも大丈夫なようにみたいな感じにもしています。で、場所はまだちょっと秘密なんですね。で、えー、基本は東京の秋葉原周辺です。で、おしゃれな大企業のカフェテリアとミーティングルームをお借りしましたと。 はい、で晩ご飯の時間帯なのでケータリングサービスもご用意しております。で、費用ですが、まあ、これ、実費のみ、まあ、ご負担くださいませということでになってますね。はい、恐れ入ります。で、定員はね、えー、0名の場合もありえますので、<laughs> はい、から、えー、20名様程度ですね。で、えー、腕時計界隈の方ならもう誰でも大丈夫ですよと。 で、えー、希望、もしね、万が一、希望多数の場合は、調整しますので、はい、全力を、えーそうそう、全力を尽くします。ただ、と言われますが、まあ、すでに、えー、7名様のご参加がございます。というのも、まあ、すでにお会いしたことのある方とか、まあ、いつもみんなのサブスクでお世話になっている方などへ、お声がけもしていますので、はい、ということですね。 えー、そして、ご参加希望の方は、インスタ小文字で、インスタグラムですね。アットサムライジャパン3万6000までメッセージください。もしかしたら、後ほど、グループ、ーメスチャットを作るかもしれませんね。はい。で、持ち物ですが、まあ、まずスマホですね。大金の入った財布。はい。で、防寒具、寒いですからね。これも必須。で、腕時計、2本。 もしよかったらと。まあ、何、通じ本でもいいんですよ。コレクション大会でもいいですから。はい。えー、ご自身の大好きな時計でしたら何でも OK ですね。はい。えー、これはここが好きなんだよと。そういうなんか思い入れのあるものがいいかもしれませんね。で、えー、集合時間は早めに来れる方は16時頃ですね。を想定して、 えー、時計店の散策などいろいろしましてそしてオフ会の場所へ突入するとでまあ20時頃に一旦駐座しまして、まあ、その後また飲み直してもいいかなと思ったりもしますねで私自身はですねそうなのでまあ秋葉周辺とイメージされてるとわかりやすいかなと思いますね で、これは、そう、書いたんですけど、滅多にお会いできないものですから、あ月末のこう平日ではございますが、ここは強行します。ということにしたんですね。でないと多分永遠にお会いできない。誰ともお会いできない可能性が高いみたいな感じなので、はい。ここはちょっと日程的にき苦しいんですが、と。この日ならということなんですね。で、 えー、急ぎこれお伝えしておりますが、それはなぜかと言いますと、遠方の方もいらっしゃいますので、早めにお伝えしています。結構何百キロ、うん、そうですね、離れた方もいらっしゃいますよ。えー、もう参加の方。はい、えー。ですので、まあ、例えば1ヶ月以上前の早割とかパッケージツアーだと、まあ、お休めですよね。早めにやるこということを、まあ、あの、想定してという感じになります。 ええと、これで以上ですかね。そう、もうサクッとお知らせ投資いたしましょう。5分以内。えそう、なので、皆さんどうですかぜひね、ご参加いただきたいですね。私はお会いしたい。<laughs> 真面目な顔で。もう少し笑顔ね。はい。<laughs> え、えー、え、反省点ですね。私のね、いつものね。えーえー、っと、か、心は笑ってるんですけどね。顔がね、もう伝えると。 うん、まあまあ、今、こうね、映像を撮ってますから、どうしてもね、真剣になってしまうんですよ。ういうとこありますね。それでは、皆様、ぜひ、ご参加、ご希望、お待ちしておりますお。また告知しますので、よろしくお願いします。バイバイ。